墨田区の病院が親が育てられない乳幼児を匿名で受け入れるいわゆる赤ちゃんポストの設置準備を進めていることが分かりました。東京都によりますと、墨田区にある産育会病院から今年5月に区を通じて妊娠相談、赤ちゃんポストのほか、病院のみに身元を明かして出産する内密出産制度を始めたいと相談があったということです。都の担当者は、現在も相談を受けている段階で、規模や体制など具体的な計画については聞いていないとしています。設置にあたっては法的な手続きはないものの、戸籍の管理や児童相談所と連携する必要性があることから、都や区の協力が求められます。赤ちゃんポストは2007年に熊本市の慈恵病院で国内で初めて設置され、都内では江東区の医療法人社団モルゲンロートが来年秋の設置を目指しています。